イサムです。第2回イサムですね。まあこの番組は全国の136番台の挙動を調べる番組ということで、今日も136番台を打ちに来ました。それではね、どんな挙動を示すか調査に行きたいと思います。調査。それでは136番台探したいと思います。160番台、200番台、稼働台だ。ここのお店の136番台は稼働台ですね。そして今回も000と同定台でございますね。じゃあ今日の136番台で実践してみたいと思います。調査ですね、調査してみたいと思います。それではイサム台を調査したいと思います。今回もパチンコですね。 CR イサムスペックが368分の1ですね。何でも確変突入率は 70% ということで、では打ち始めたいと思います。こんぐらいかな。どうなんだ。お、回ったね。なんだ、揺れてるぞ。どうなんだ。ルパンから予告状が届いたようです。予告状が届いた。リーチ、リーチですね。お、オープニングリーチって書いてある。眩しい。お、ヒゲのおっさんですね。どうだ。なるほど、今のはこう閉まると多分いいんでしょうね。なんだ、連続ジャンプ成功でリーチ発展。ダメなのね。消えないね。お、なんか閉まったよ。風船を当てタイプライターを出せ。割れろ。あー、残念、割れんかったね。なんだ。お、頼むよ。はい、行け。あらららら、あ、なんか点滅してる。あ、こないだの金玉みたいなやつかな。点滅してる。次に行きたい。もうあなたと夜を過ごしたいわ。お、え、なんもないの。あ、なんか赤い。お、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 なんだ、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 止まったぞ。オープニングリーチやってんだぞ。お、ロン毛の兄ちゃん。キュイ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 。あれ？お、お、どうなんだ？ジャキン？
なんだ？うん。ダメみたい。なんだ？これな、一回くらいちょっとやらせろよ。これで。分かってんだよもう。またお前かよ。いいよ飛ばなくても。もう分かってんだから飛ぶなよ。チャンスだろ。全然チャンスじゃねえぞ。ルパンの真の目的は何なのでしょうか。ここで一旦 CM です。ああ、なるほど。飛べないやつはルパンって言うんですね。まさか。飛べないなら飛ぶなよ。はい、136番台136回転回しました。調査終了です。はい、第2回イサム調査が終了しました。今回打った台がですね、ミドルスペックの CR イサムということで、まあ、なんだろう。悪いことしたやつが、悪いことをする集団、ルパンという、やつを筆頭にした、泥棒軍団を追っかけるという、お話でしたね。まあ、ちょっとあまり詳しいことはよくわからないんですけど、まあ、とにかくルパンが飛べば、リーチに発展というところで、必ず飛んでくれないという、挙動ですね、136番台は。あとどんな挙動あったかな。まあ昼間から盗んだもので、ビール買ったり、肉買って鍋やったり、するっていうのがよく分かったね。あとなんだろうな。まあ挙動的に言うと、まあチャンスがチャンスじゃない。まあチャンスはチャンスじゃないっていうのはよく分かりました。あとまあね、これといった見せ場もなかったし、あとなんかこう、これが成功したらとかよく出るんですけど、まあ基本成功しないですね。あの風船が割れたらとかね。まあそれはチャンスがチャンスがチャンスじゃないっていうのと一緒だと思うんですけど、まあなんとも言えないですね。当たってないんでね。まあ基本的にあっさりとして、チャンスがチャンスじゃない台だっていうのがよく、挙動的にはそういう挙動ですね。136番台 CR。ミドルスペックイサム、
まあ当ててみないことにはわからないんでね、まあ一概に悪いなんて言えないんですけど、まあ基本的にあっさりした挙動だというのがよくわかりましたね。ということでね、まあ2回やったところで1回も当たってない、やめろとかね、まあいろいろ言うかもしれませんけど、まあこれは勝ち負け関係なくね、あの挙動を調べる番組なんでね、まあその辺ちょっと長い目で見ていただければいいかなと思ってます。まあこれからも全国の136番台の挙動を調べていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。以上、伊佐野がお送りしました。